さあ今日は鮭煮る使います。これ塩を振って、ここで1分間煮ます。そぎ切りにしていきます。はい、白ごま油を入れました。白いごま油、ここに魚を入れていきます。はい、出して50ミリリットル。薄口醤油。そして砂糖、片栗粉、まだ火の上も乗ってない。はい、盛り付けです。ちょっと思ったよりも卵焼きが硬くなってます。はい、これにスプーンかけします。完成です。